ルビレックス新潟レディースの神尾恵美です。新型ウイルスによりスポーツ界も様々なところで影響を受けています。それでも医療関係者をはじめ多くの皆様の努力により確実に状況は良くなってきていると感じています。私たちは6月2日にチーム活動を再開することができ、久々にチーム全員でサッカーをする喜びを感じました。たくさんの皆様のお力に本当に感謝しています。私たちが所属するなでしこリーグは開幕日が7月18日に決まりました。はっきりと目標が定まったことで自然とモチベーションも上がっていますし、気持ちの伝わるプレーをピッチで表現して皆様に恩返ししたいと思っています。そして今回皆様にお願いがあります。新潟県では新型ウイルスにより大きな影響を受けたスポーツ団体を支援するためのクラウドファンディングを開始しています。皆様もいろいろなところで影響を受けているところかとは思いますが、可能な範囲でご検討ご協力をいただければありがたいです。スポーツで新潟を元気に、アルビレックス新潟レディースの神尾恵美でした。